試みと思います。まだ小さいです。火を改めてきます。
はい、それではいただきます。菜の花のカルボナーラと菜の花のコンソメスープ、いただきます。今日は平打ち麺で作りました。どうでしょう、いつも箸なんですがパスタなのに。いただきます。うん、やっぱり生クリームを使うと濃厚です。あと菜の花もやっぱ春の野菜なので少しほろ苦く、ベーコンの塩気でちょうどいいです。やっぱり平打ち麺なのでよく麺にソースが絡んでます。美味しいです。これから春になってくるとやっぱりこういう昼間天気の下で食べると美味しいですね。またいろいろな山菜が取れ出すので楽しみです。乾杯。